皆さんこんにちは、フクロウです。今回はアークガラッド R の序盤の進め方をやっていきたいと思います。まず何をすればいいかというと、序盤はですね、キャラクターを強化するために強化素材を、ね、集めなければなりません。そのためね、1章1幕9話の先見の遺跡を解放したり、1章1幕10話のハンターズギルドを、ね、解放する必要があります。ということで、強化素材を集めるダンジョンを解放するために1章1幕9話のボス戦をねやっていきます。今テロップが出ましたが、上とね右にいるまずザコをね倒した上で、このようにねボスを釣っていくという作業が必要になっていきます。あのでかい犬をね釣っていきたいということになります。でタンクでね受けるためにタンクをこうやって前に置いて、この位置に来てほしいなという感じになっています。これでねこっちに来て横からね攻撃してくれるという感じになります。で手前まで来たらですね、あとはガンガン攻撃を入れていくだけという感じになります。ここら辺はですね、まだ弱いので、とりあえず攻撃を、ね、当てておけば倒せるかなという感じの難易度となっています。ただ私星5をたくさん持ってるんで、そのせいで難易度は、ね、若干緩いかなというふうに感じましたね。で、この後ですね、キャラを強化して、1章3幕9話までね、進んでいくという感じになります。これをクリアすると栄冠の遺跡というところを開くことができて、覚醒石というのをね、ゲットできるようになります。ただですね、1章3幕9話は、ボスが2体編成となっていてですね、今までの戦いとは違って長期戦になることがね、予想されるという感じになっています。このような場合ですね、どうやって倒していくのかというとですね、まず手前の4体を釣っていくという感じになっていきます。で、できるだけね、タンクで受けさせて、敵のね、HP を削っていきたいという感じになっています。で、ここでね、豪華弾で、まずね、ボスを速攻で落としてしまうという感じでやっています。で、あとはね、ダコなんですが、できるだけね、削った後で、他のキャラクターでね、HP を削れればいいかなという感じでやっています。これなかなか操作が難しくてですね。で、後ろの敵はですね、まだ距離が遠いので、こっちまで来ないと。これをね、釣ってしまうとね、ガンガン攻められてしまうので、ここら辺で注意が必要という感じになります。
手前のですね、4体を倒すことができたら、1回ですね、橋の入り口で戦力を固めてですね、相手を釣って、ここからもう1回ね、体勢を立て直して戦っていきたいという感じになります。で、やっぱりタンクを前に出していって、ターゲットを取らせてですね、残りの、まあ、キャラクターで弱った敵を倒していくという感じがね、狙いとなっていきます。ということでですね、タンクが結構ね、重要なキャラクターになってくるのかなと。どうしてもね、一回受けさせて、他のキャラでね、戦っていくというケースがね、多くなるかなという感じになっています。ちなみにこちらはですね、序盤の序盤だったのでまだねパーティーを確定できてないんですが、この後ねパーティーを見直してやっぱりヒーラーも必要だという感じに思ったので、この後の動画はですねヒーラーも入っているという編成になっています。でまああとねボスを1回叩くだけという感じになっていてですね、まあ、星5をね、これだけ持っていても、ここはね、なかなかクリアしづらいのかなと。まあ、ちゃんと育てればね、いいんですが、ここまでサクサクいくとですね、すぐにぶつかってしまう山場かなというふうには感じます。ここをね、クリアすると、まあ、進化と強化、両方できるようになるので、これでね、キャラクターを強化して、どんどん先に進めばいいかなという感じになります。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それではバイバイ。